ロイス・ダ・ファイブ・ナインは、アメリカ合衆国ミシガン州デトロイト出身のラッパー、ソングライター。2000年代以降、ヒップホップグループ、スローターハウス及び、エミネムとのデュオ、バッド・ミーツ・イーヴィルの一員として活動しているが、以前は、ショーン・コムズやドクター・ドレイラの楽曲に歌詞を提供する、ゴーストライターであったという経歴を持つ。代表曲に DJ プレミアによる、プロデュース曲、 ブームなどがある。1977年7月5日、ミシガン州デトロイトにて生まれる。ステージネームはロールス・ロイスのロゴに似たペンダントを着用していたため、学校でロイスというあだ名で呼ばれ折れていたことと、自身の身長が5フィート9インチであることに由来する。1997年、ロイスのマネージャーを通じてエミネムと出会い、バットミー・ツイ・ビルを結成。ロイスは、 その後、エミネムのデビューアルバム、ザスリムシェイリー LP 収録のバッドミーツウェビルに参加している。2002年11月26日、ソロデビューアルバムロックシティをリリースする。2009年8月11日、スローターハウスとして、ファーストアルバムスローターハウスを発売。全米アルバムチャートにて初登場25位を記録。2011年、 バッドミー・ツイ・ビルとして EP ヘルザシークルを発売2012年8月16日エミネムのライブツアーザリカバリージャパンツアー2012のオープニングアクトを務める8月28日スローターハウスとしてセカンドアルバムウェルカムツーアワーハウスを発売全米アルバムチャートにて初登場2位を記録した2014年12月9日 DJ プレミアとのデュオープライムを結成。アルバム、プライムを発売。2018年3月16日、プライムとしてのセカンドアルバム、プライム2を発売。5月4日、7作目のソロアルバム、ブック・オブライアンをリリースする。2020年2月21日、8作目のソロアルバム、ザ・レゴリーをリリース。第63回グラミー賞の最優秀ラップアルバム賞に、 ノミネートされた。ロイスダゴ級高校時代、ロイスダゴ級は優秀な生徒だった。アルコール依存症だった時期もあるが、2012年9月11日から断酒している。ロイスは結婚しており、妻との慣れ染めについて、妻とはオークパーク高校で知り合ったんだ。彼女は10年生で、私は9年生だった。カップルになったのは、卒業することになっていた1995年。 ゴローだった。と述べている。ロイスには二人の息子と三人の娘がいる。また、ロイスには弟のマーカスがおり、キッドビシャスの名でラッパーとしても活動しており、ロイスのハイプマンとして活躍している。キッドビシャスは2014年7月22日にデビューアルバム、タイミングイズウェブリシングをリリースしている。ソロスタジオアルバムミックステープ。ありがとうございます。